皆さんこんにちは、アラカン旅チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。現在私はバンコクに長期滞在しています。今回はバンコクの歓楽街であるナナプラザをご紹介したいと思います。今私はナナの交差点付近に来ています。このナナプラザはですね、バンコクでもかなり有名なですね、歓楽街、バーやですね、ゴーゴーバーなど、ビアバーなどたくさん、入ってる、知ってる人は知ってるナナプラザです。今私はナナの交差点付近からこの前にあるですね、ナナホテルのところに来ています。今このナナプラザのですね、入り口のところに近くに来ています。これがナナプラザですね。ナナプラザの入り口のネオンです。早速ですね、このナナプラザの方の中に入っていきたいと思います。このナナプラザはですね、スクンビットの通りの BTS のナナ駅から100メーターから150メートルプルンチット駅の方に歩いて向かって左側に、スクンビット通りを入った沿いですね、にナナプラザはあります。比較的、BTS のナナ駅から近いこともあってですね、非常に人気の歓楽街のスポットです。これからナナプラザにこの入り口から入ってみます。これがナナプラザの前のですね、ソイですね、ナナホテルの前からソイを渡ってナナプラザに入ります。今このコロナウイルスが流行ってるということでですね、非常に入り口で体温測定なんかしてですね、非常に、厳戒態勢でなってます。でやはりマスクをつけてる人が多いですね。しかし逆にですね、アジア系の観光客、中国人、日本人、とかいう外国人観光客非常に少ないです。今ナナプラザの中に入りました。現在午後7時ぐらいなんですが、お客さんがまだ少なくてですね、女の子が立って、見てるような状況ですね。ナナプラザの中を1周をして、それから2階の方に上がってみようと思います。ご覧の通り非常に外国人観光客が少ないようです。見た感じはですね、中国人、日本人などのアジア系はほとんど見かけることがありません。欧米系のですね、外国人観光客を少し見る程度です。このようにですね、欧米系の人が座ってますね、ポツポツと。このアラカン旅チャンネルではですね、これまでに約100本のですね、動画を投稿してきました。場所的にはですね、アジア、東南アジア、バンコクをはじめ、パタヤ、それからヨーロッパ、中東、ハワイなどの面白い動画を100本近く公開してますんで、ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしていただければ簡単に私の動画を見ることができます。今2階の方に上がってきました。今後もですね、バンコクのディープなナイトライフの動画を近日中に公開する予定にしてますので、ぜひチャンネル登録お願いします。もちろんチャンネル登録は無料、ただです。それからリクエスト、ご意見などのコメント、できましたらいいねボタン、高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。今ですね、2階の方に上がってきて一周しています。
午後7時ぐらいなんですが、非常に外国人観光客が少ないですね。中の方もちらっと見たらまばらです。やはり新型コロナウイルスの影響なんでしょうか、外国人労働者が激減しているような状況ですね。今2階の方をですね一周してます。この辺がゴーゴーバーとかですねたくさんあります。で、主に1階はですねバービアの方が多いですね。お客さんがほとんどいませんね。まだ時間が早いというのもあるんでしょうけども、やはり新型コロナウイルスの影響じゃないかと思います。女の子が座ってますね、暇そうにですね、ダンサーの女の子が座ってます。今右手にあったのがレインボープラザですね。非常に外国人観光客、お客さんが少ないです。今これ踊り子のお姉さんたちですね、ダンサーですね。まあこういうような状況でですね、2階の方にゴーゴーバーが多いですね。これレインボー3ですね。ちょっとお客さんが少なく閑散としています。これが1階の方で、バービアがここら辺が多いですね。というような今レインボープラザの最新情報ですね、まあ観光のですね参考にしていただければと思います。レインボープラザを今出ました。そしてスクンビットのですね、今ソイの方に出てます。でこれをまっすぐ行くとですね、スクンビット通りですね、 BTS が走ってるスクンビット通り、今これ7プラザの方を見たソイの方向ですね。でこちらがスクンビット通り、 BTS のある通りの方に出て行ってます。今もうすぐ交差点ですね。非常にこれ狭い露店とかがありますので非常に狭いような状況です。やっぱり欧米系の外国人ぐらいしか見ないですね。アジア系の観光客は見当たりませんね。ここがスクンビット通りのですね交差点になります。かなり大きいんですぐ分かると思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。これからもですね、バンコクのディープなナイトライフの動画を近日中に公開する予定にしていますので、左側にある地球ロゴマークをクリックしてチャンネル登録をぜひお願いいたします。またご意見ご要望のコメントなどよろしくお願いいたします。それではまたこのアラカン旅チャンネルでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。